皆さんこんばんは。まあ多分ね、ビーズのバンドばっかりだからみんな同じこと言うかもしれないんですけど、まあちょっとあえて言いますね。一番だから、そう、一番は言ったもんがいいですかね。ビーチュのビーチュのコピーバンドばっかり4つ出ますんでね、最後まで曲が被りません。素晴らしい。延べ20何曲全部被らない曲が始まっていきますんで、ビーズ好きな人も、まあ、たくさん好きな人今日来てくれてると思いますけど、あんまり聞いたことなくてこう今ね、あの日頃のお付き合いで来てくれてる方もいっぱいいらっしゃると思いますけど、あのそういう人たちもですね、できれば一番最後まで楽しんでいってもらって、今日のビーズは思いっきり体に感じてください。よろしく。いつもの調子で喋ってると時間がなくなっちゃうんで、3曲目に行きたいと思います。今夜月の見える丘に。Okay.
ありがとうございます。ビーズといえばね、結構ね、激しい曲も多いですし、まあ、見て分かる通りキーボードがいないんでね、こうキーボードがガンガン入った曲はなかなかこう選曲できないんですけれども、まあまあ、その中でもね、このメンバー見て分かる通りうるさいやつらばっかりなんで、まあ、基本ロックナンバーというかですね、まあ、ハードロックに近いような曲を選んで、ここからガンガン熱くいきたいと思いますので、みんなまだ温まってないと思いますけど、時間も時間なのでね、まあ、はしごして来てくれてる人はね、アルコールが入ってるんじゃないかとは思いますけど、まだアルコールたくさんあるんで飲んでって最後まで盛り上がってってください。よろしく。じゃあ行きますよ。 OK、 ファイアボール。
だいぶね、あの駆け足で進んできて、まあこういうせっかくあのいつもと違うあの方がもう夢でいただいてるのかなって思うんで、ちょっと、まあ、バンドのメンバーの紹介をしてみたいと思います。よろしくお願いします。いいですか。まあなんといってもね、今日はこの彼が主役みたいなもんですが、オンギターゆちゃん。手短に。皆さんこんばんは、いっぱい楽しんでいってください。よろしくお願いします。そしてまあよく見る人だと思いますけどオンベーストッペイ。手短に。あ、こんばんは以上じゃあそしてオンギタータックって言いたいけどちょっとね、はい、タックよりもエディだね、やっぱりね、あなたはねオンギターシュはい、こんにちは。こんにちは。ありがとう。よろしくお願いします。まだちょっと喋る？あ、そう。ライブ告知しましょう。ライブ告知。いいの？この番組じゃないんですけど、4月の20日に
バンヘイレンのコピー版やってまして、そのバンドで何窓枠 HRS やらさせていただきますので、皆様よろしければよろしくお願いいたしたいと思います。いいかな。あとすごいバンドもまたいっぱい出ますんで、詳しくはホームページ、よろしくお願いします。そして、まあ、うちの若いの前にちょっと私先に、オンボーカルたまちゃんです。ちょっとじゃあ俺長めに、嘘です。まあ今言ってみたんでね、4月の20日窓枠さんで、ラフってバンドで、ハマーズロックサミット出ます。よろしくお願いします。もう一丁ごめんなさいね、翌週ですけど4月の27日、豊橋のクラブノットっていうところで、ベースのトンペイちゃんと一緒にやってる、オリジナルバンドランチェスターってなってますけど、そっちのライブもありますので、まあ、豊橋近いんで皆さんよろしくお願いします。そしてうちの、まあ、うちの主役というかうちの、まあ、リーダーみたいなもんです。それエースなんで、そう、彼がいないと結構バラバラなんで、まあバラバラですけど、そう、オンドラムスリューガー。じゃあ好きなだけ。ドラム講座。こんにちは。よろしくお願いします。全然別のバンドなんですけど、ちょっとライブ告知を、僕はバッシュっていうちょっと激しめのバンドをやってまして、でこの前2曲入りのデモ音源を出しまして、まあ、それに、まあ、レコ発じゃないな、普通に、4月13日に、豊橋のディストアントーンというバンドとかと一緒に、ここハモトホースで、ライブをやりますんで、よろしかったら来てください。お願いします。まあ、珍しくこんなメンバー紹介して、で、ね、今日うちのバンドあと2曲で終わりです。まあ、続けてやって2曲で終わっちゃうんで、ここでちょっといっぱい喋って申し訳ないですけど、まあ、みんな知ってると思いますけど、平成がね、明日で終わりじゃないですよ。今日で終わりじゃないですよ。明日何時でしたっけ ?11 時ぐらいで、新しい元号がね、発表されると思いますけど、まあ、それ皆さんワクワクしてるというか、まあ、予想したところでどうにもならないんですけど、まあ、皆さんね、そう混同かもしれませんよ。まあ本当にね、楽しみというかね、なんかドキドキしますけど、まあ明日発表されて、1ヶ月ぐらいなんかそれで慣れない感じで過ごすのかなと思って、なんかこんなの初めて体験なんでね、ね、名前言っときゃなんか当たるかね。ここにいる人の。まあそんなことはねえだろうというけど、まあ本当にね、今日がそういう感じではこう平成ってみんな思ってるラストの日だなと思うんで、明日からはね、新しい元号でちょっと頭の中になるんじゃないかなと思いますんで、まああとうちの後にも3つ出ますから、最後まで盛り上がって今日のイベント大成功にしたいと思いますんで、よろしくお願いします。
まで見てってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。